やたべやすきちやたべやすきち4月1日から1958年10月8日は日本の外交官、駐車無講使在任中大陸県革命を支援。第二次世界大戦時には大人留学生受入れを進め日、対抗主同盟条約継縮統霊施設団大使等を務めた山口県出身。1907年に東京高等商業学校を卒業し、 外交官を及び領事館試験に合格した。翌年、外交官補として、シャムに赴任。安藤領事官補、ロンドン領事官補、蘇州領事官補、スワ島領事官補、シドニー領事官補、ボンベイ領事、アモイ領事、台湾総督府事務官、外務事務官、参事官、イタリア大使館一等書記官、外務書記官、在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官、 人太を総領事などを歴任。1928年、中社部特命全権公使に任命された。立憲革命を前後して1936年まで講師を務め、プレイク・ピブンソン・クラームと面会し革命の新日派を支援。申請体との提携を進め、講師在任中に起こった満州事変では政権への働きかけにより、 国際連盟総会でタイの未知見を行うこととなり、各国代表を驚かせた。1937年に神経痛のため退官した後は、渋谷区上泉町で療養にあたる。タイ人留学生受け入れ体制の整備等を行い、ヤタベの働きかけなどで1935年に設立された国際学友会では、1940年度から理事を、 1941年度から1944年度までは、専務理事を務め、1942年1月には日、大量国学生交換協定を締結した。日本対協会理事長等も歴任。1942年6月の日、対抗主同盟条約継縮当令の際には、法大特命全権大使として派遣された。ありがとうございます。